ハブカズラエピプレモナムピネータムは、里芋科の植物。付着根で生え上がるツル植物で、成長すると異常に葉が裂ける。東南アジアに広く分布し、日本では琉球列島で広く見られる。常緑性のツル植物。地上部は全体に緑色をしている。茎は長く伸びて節々から根を出し、それによって樹木や岩の上に張り付く。時折分子を出し、 小枝はその表面が鞘状の卓葉から分解した繊維に包まれる。茎の長さは5メートルに達し、緑色で、無毛、断面はほぼ円形。基部の型は木質化し、計4センチメートルにもなる。葉は個性する。傭兵は長さ15から40センチメートルになる。傭兵の縁には膜状の翼があり、基部は茎を抱く。葉身は薄い角質。 養身の形は成長によって変化する。幼いものでは狂乱形から卵状大円形で円がすべて滑らかに続く完全な単葉から一数箇所に切れ込みが入る。成長したものの葉は広卵状大円形で長さ20から 50cm、幅15から 30cm になり、先端は鈍く尖るか、鋭く尖り、時に鋭く突き出して尖る。 基部は切り落としたような、まっすぐから、傭兵のつくところで多少凹む。主要な側脈は8から13本あって、それらの間を切るように深い切れ込みができる。それによって、葉は左右不動に6から8個の列片に分かれることになるが、この列片はここには、釜状をなして先端は鋭く尖り、葉の中央のものでその幅は4から5センチメートルほどある。この切れ込む様子は、 いわゆるモンステラ、高麗賞にも似ている。ちなみに、マレシアでの記載ではさらに全体が大きく、茎の高さは15メートルまで、傭兵は60センチメートルまで、葉身は長さ93センチメートル、幅60センチメートルにも達する。開花の時期は5から6月。果序の柄は長さ5から10センチメートルで、その先端に肉母果序を一つつける。その基部につく。 仏園法は長さ10から1 2トルで白6色をしており、ボート状に開いて、その後に反り返り、すぐに落下する。果序そのものは柄がなく、円柱型で、長さ10から1 5トル、幅2.5から3センチメートル。花は肉母果序の上に密生しており、すべて両性花である。花碑はない。おしべは4本で、薬は卵状三角形。 長さは2ミリメートル。メシベは長さ4から5ミリメートル。下中は太くて長さ約2ミリメートル。中東は平らになっている。シュは2から4個で、種子は長さ5ミリメートルになる。日本では南西諸島の沖縄諸島から八重山諸島にかけて広く見られる。国外では台湾、中国大陸南部、東南アジアに分布する。これは 本属の植物のうちで最も広いものである。沖縄では、人家の近くの低地の森林から、山奥の森林まで広く普通に見られるものである。岩や樹幹に根で付着している。ハブカズラ属は、里芋科では、モンステラなどに近縁なもので、本種の葉はモンステラに似たような避け方をしているが、これは本属の特徴ではなく、単要のものも多い。 南アジアから東南アジア、中国南部などに約20種が知られるが、日本に分布するのは本種のみである。ただし、ヒメハブカズラ族ラフィードフェラは本属とはまとめられたこともあり、かなりよく似た植物である。現在では本属の死亡が一質なのに対してこの属では不完全ながら二質に分かれること、本属では廃種は普通は二個であるのに対してこの属では多数で、 ある点などから別属となっているが、外見的にはよく似たものである。日本には、姫ハブカズラアール・リュウキエンシスと先島ハブカズラアール・コルタルシの2種が知られ、いずれも石垣島とイリオモテ島に分布する。姫ハブカズラは、洋芯の大きさが30センチメートルほどで切れ込みが、入らない。先島ハブカズラは、本種によく似ており、 ただし、養心は90センチメートルにも達する大きな、ものである。形態的には、西洋では、同じように右上に深く裂ける点では、共通し、歯質が角質で厚く、また右上に裂けた裂片が菱形である点で異なる、特別は、かなり微妙であるが、幼い時期には葉にはほとんど、柄がなく、茎は、節の間が、短く、つまり茎に、多数の葉が並んでおり、 その全体で器物に密着するような形になり、本種とは全く異なる姿をしている。ただし、この西ともにこの地域では希少なものである。ちなみに、ハブカズラと先島ハブカズラはいずれも東南アジアに広く分布し、そのような地域ではその判別が問題となる。繁殖可能な個体であれば、常実のような区別点を持って明確に区別できるというが、未発達の段階では、 かなり難しくなる。また他にも本種と区別に困るものがアミドリウム属に2種ほどある。これらは傭兵の翼や鞘などの構造で区別できる。分布域が広く変異は幅が広い。また成長につれてその形が変わることもあり、多くの動物異名の学名があるが、総合的な研究では特に貝の分類群、例えば編種などは設定されていない。 栽培植物として広く見られる黄金カズライーアウレウムはポトス族として記載されたためにこの名で呼ばれることもあるが現在は本種と同族となっているただしこの種は野生状態が知られておらずその分類的位置には様々な説や変遷がありその中で本種に含まれるのではないかとの説が何度も提出されているこの種は不入りであることを別にすれば 本種に似ており、本種程度に大きくなるし、成長するとその葉はう上に裂ける。ただし形態的にも若干の差はあり、葉はこの種の方がやや厚手で、洋服は広く、またう上に裂ける場合も裂け方が深くない。ただし現在では、この種は別種との判断が出ている。なお、沖縄では在来種でないものも栽培一室で生育していることがままあり、 黄金カズラもモンステラも見ることができるので、紛らわしいこともある。観賞用に栽培される。性質強権で栽培は容易である。日本ではさほど重視されない種であるが、熱帯地域ではより重要な栽培植物である。園芸植物大辞典には園芸品種等の記述はないが、ボイスには本種の園芸品種として次のようなものが示されている。また、 薬用の利用も知られ、形容が内身などに用いられることがある。ちなみに、マングースカズラと呼ばれるものがあり、ある本によるとそれは学名を、イーミラブルと言い,い、台湾から輸入したヘゴ材についていたものを起源と、するが、耐久性も耐寒性も、ハブカズラより強く、ハブより強いとこの名が与えられたものだが、八重山諸島にも生育している、とする。しかし、 本属のものは日本には本種しか分布せず、また本種に似たものも、上記のものしかなく、情報が混乱しているようである。イリストにはこの和名も学名も掲載がなく、正体不明である。ただしボイスにはこの学名が、本種のシノニムとして記されており、園芸植物大時点では、本種の学名として、これを取っているので、種内変異の範囲らしい。以下、種として、 大橋ほかへん。P106 から107初島。P757 園芸植物大辞典。P350 初島。P757 園芸植物大辞典。P350 ボイス。P201 から203初島。P757 大橋ほかへん。P107 ハットボイス。P205 池原 P143 園芸植物。大辞典。P350 大橋ほかへん。 P109 初島、P857 大橋ほかへん、P91 大橋ほかへ P109 横田ボイス、P204 ボイス、P205 ハットボイス、P204 例えばボイスは、本種の栽培品との判断から、E ピネータム CV、アウレウムとしている。ボイス、P205 から206園芸植物大辞典、P350 ボイス、P207、ホったほかへ P420 日本インドアグリーン協会編 P177 ありがとうございます。